はい、皆さんこんにちは。今日はこのデオルトのテーブル層にクロスカット横切りテーブルをつけようと思います。このテーブル層の大変問題点が出てしまいました。この左右の溝幅が違うんです。ヤスリで削り取りました。この竜はこの天板に塗装してある塗料がここに溜まっていますね。テフロン樹脂のような塗料なので肉が相当ついてます。それを左右とも削り取り、ほぼ均一な状態にしました。
最後までご覧いただきありがとうございました。このようにスムーズに動いております。この後このクロスカット横切りテーブルの3台ほど作りますのでご覧ください。